おはようございます。釣り子 TV です。釣りとは関係なくね、ダイソーなんてのが近所にあってよく行くんですけども、ルアー買うつもりじゃないんですけどね。ただ魅力的なルアーがね、結構いっぱい置いてあるっていうことで、今回ね、100円でこのクローアーム、ね、大きな波動で魚にアピールね、これを買ってきてみましたよ。サイズは4インチっていうことで3個入り。で、釣れる魚がね、釣れる魚が、ブラックバス、キジハタなどっていうことで、スモラバにはね、ブラックバスなどって書いてあったんですよね。で、メタルバイブには、ブラックバス、シーバスなどって書いてあったんですよね。このワームに関してはですね、ブラックバス、キジハタなどって書いてありますね。なんで、キジ、根魚等とかだったらわかるんで、端的にピンポイントで、キジハタを狙ってくれって、こういうね、思いが書いてありますけども、そして、まあ、裏側はこんな感じで、ワームにこう、針を刺しますよと、これ、スモラバーが書いてありますね。で、ワームの中央を通るように針を進めますよ、っていうことで、ワームがまっすぐになるように、針先を突き出させます。ね、セッティングの方法が書いてありますが、早速ね、どんな感じなのかね、開けていきたいと思いますね。いやー、これなんか形もいいんじゃないかな。あ、はい、出てきました。これまたね、いい感じじゃないですかね。あのね、結構張りがあるボディ、プリンとしてますね。うん。そしてね、手はこんな感じ。ね。ちょっとしたリブみたいなのが見えますけども。でね、開けてみて気になったのが、この長い一本の、なんだろう、触手？これがなんかいい感じじゃないかなと思ってね。そんでもって、まあ、これと合わせてくれ、なんていう風に裏に書いてあるのが、先日もね、ご紹介したダイソーのスモラバーね、2.5 インチ、カラーなんかも結構いい感じで合ってませんか。まあ、せっかくなんでちょっとこれにつけたらどういう感じか見ていきたいと思いますね。スモラバー、そして結構ね、どうですか、触った感じいけそうですかとかコメントね、これで56センチ釣りましたとかいっぱいね、いただいたんですけども、ポイントはね、すんごいいい感じなんですけど、このガード、あ、これ分かりやすいな。これね、針金なんですよね。針金ガードなんで、このね、ガードはどうにか考えないと、ほんとね、これ針金なんでね、魚かかんねんじゃねえのかなっていうね。実際に自分使うときはこれもうニッパーで切っちゃおうかなとか思ってまして、で、まあガードだけどうしようって感じ。まあ針先なんか鋭くてね、すごいいいんですけども、で、まあこのやつにちょっとじゃあ試しに行こう。これね、針金だから硬いから、こう真ん中で刺したいんだけどね、この針金が邪魔してね、今もう負けちゃいましたけど、刺しづらい。通し刺しみたいな感じで書いてあったんでね、通し刺しで、真ん中でこう、抜き刺して、はい。で、針金ガード元の位置にとりあえず戻しておきますかね。こんな感じ。ね。これは釣れそうな感じですが、どうなんでしょうか。ちょっとね、これで、まあ、水中での動きね、せっかく水槽があるんで、まずこのスモラバーバージョン、あとダウンショットとか猫リグとか、その他ね、いろいろ試してみたいと思いますので、どうぞご覧ください。
はい、というわけで、まあ、ダイソーに行ったついでにね、いろいろルアーコーナーなんかもね、バラエティ豊かなので、ちょっとね買い足していったりしてるんですけども、このクローアームはなかなか釣れそうじゃないですか。まあなんとかクローとかね、なんかこうマガグローとかね、そういうのに似てるかななんて思うんですけども、100円でね3個入りなのでね、ぜひねお近くにダイソーとかがあったら、どうでしょうかっていうことで、はい、本日の釣りコー TV はこちら、ダイソーのですね、クローワーム、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。